えー、2人が考える NHK の可能性を教えてください。まあ、でも強制的に金取り続けるから潰れる可能性ゼロじゃないですかね。最強のビジネスモデルだから、うん、可能性は無限にあるんじゃないですかただその発展の可能性とかちょっとわかんないですけど日本最強のサブスクですからねあ,あれって5000万人ぐらい加入してるんですか NHK って違う日本の世帯は5000万 5500万とかそんなもんだったと思うんですけど、そんなんからどれくらいが加入してるか分かんないけど、でもそれでも、万余裕でで超えるんじゃないですかまあ、年上の人ほどテレビ持ってますからね。ああだらそうすると、3000万人が月に2000円ぐらい払うサブスクって考えると、めっちゃ優秀ですよね。楽、うん、だって別にでも、スクランブルとかやる気もないんだろうから、まあ、今後もどうやったって、強制的に回収する方法をどんどん考えていくわけですもんね。うん、テレビを持ってる持っっててるなないに関係なく NHK がひどいなと思うのがそのテレビ朝日を見たいですっていう人が、はい、テレビを買うと NHK に金払わなななきゃゃいいいけないじゃないですか,、はい、だから結局そのテレビが見たいって TBS とかテレビ東京とかフジテレビとかいっぱいあるけどテレビを買った時点で NHK だけに金を払うっていうシステムじゃないですか。はい だ本来、視聴者はフジテレビが見たくてテレビを買ったにもかわらず NHK に金を払いフジテレビは無料で見るっていうなんか他のテレビ局は損してる気がするんですけどなんかあんま他のテレビ局は文句言わないですよね。文句言わないですよねでも今それぐらいだから TVer とかテラサとか別のチャンネルに上げたり YouTube にど番組まんま上げちゃったりとかっていうことにして、うん、う避けるようにはしてるんじゃないですかね。そっっちが主流になななたらどうなんとか変わんのかわの、うん あでもやっぱ大画面である程度その質のいいものってなると、やっぱりテレビは結構、高画質ですからねああドラマとかはやっぱりそうですね、うん、テレビ画面は必要、画面としての必要性はまだ全然残っていくるとは思うんですよね。うん、あれどうなんですか、なんかフランスとかってあれ電気代とかに入れられてるんで一応あの、年に1回100ユーロテレビ税っていうのがあるんですけど、あ税金なんですね。 ただ、それをマクロン大統領がやめて、もうあのそれ取らないよって言い出すので、国の税金で賄うようになりそうですけどね。へぇ、えー、あそんな感じなんね。うん、いちいちテレビあるかどうかチェックするのが面倒くせえっていう。確かに。ね、でもうそれだったら、要は税金にして、あの本来であれば国の国家予算からそれを出すことになるので、うん、国家予算が減るんですけど、うん、その100ユーロを払わなくてよくなるということは、得をしたんだっていうふうに国民は誤解をするので、なるほど。結果オーライっていう。 家計の相対じゃなくて自分だけの家計で考えればまあプラスになってるように見えるから、うんうん、で結果としてはただ国家予算からそのテレビ局に行く分がドーンってなるので、はい、本当はそうしてるはずだけどそこが見えてないので何、はい、かみんなウェルカムっていうあそういうもんなんだ。はいはいはい